仕事を楽しいって言えたら勝ち組。まあ勝ってるか負けてるか分かんないけどね。うん、間違いなく今楽しいね。自分の中では店行くとウキウキするもん。おはようさん。エンジョイしてるかどうかわかんないけど、うん。まあまあありがとうございます。頑張ってやってますよ。今日も明日も頑張るでいい？いい、今週も。ああ。おはようさん。頑張れることがあるうちは幸せですよ。まあいつまで頑張れることがあるのかわかんないけど、まだまだだよお前。あと10年は余裕だな、病気でもしねえ限り。間違いなくね。継続は大変。どうかな。まあみんなも頑張ってくださいよ。うなちゃん最近マウンテンバイク乗らないの？もともと乗ったことないです。はい、すいません、意味がわかんない。最近も何もねえから乗ったことねえし。ああ、変なこと言う人いるよね。乗り券なんてうなちゃんとか言ってるけど、俺来たの見たことないもん。クマボンキーのことかな、関係ないでしょ。マウンテンバイクじゃないでしょ。トライアスロンはマウンテンバイクでやりませんから。はい、うなさん昨日の牛タンがうまそうでしたね。どうかな。わかりません。マウンテンバイクとかってどこで逆に乗るのっていう話。まあいいか。はあ、10時半か。もうちょっとしたら寝るか。仮眠とって今日の夜の店やるかな。今日も楽しい一日になるといいな。うなの話って知識より経験、いやだって自分のやったことしか言えないからさ。
だって経験値の少ないの、アマノシリっていうか、このキャス主もみんないるじゃん。何やってんのみたいな。一日を楽しむ方法は何ですか。自分で考えな。人に聞くことじゃねえよ、そんなもんは。なあ。自分で考えろ、そんなの。一日を楽しむ方法はって。人に聞かなきゃ楽しめねえんだったら、お前はずっと多分一生楽しめねえよ。マジで。わっけのわかんねえこと聞いてんじゃねえよ。受けるんだけど。自分の好きなことやれんじゃねえのっていう話で終わる。だって俺そいつの保護者じゃねえから、親にでも聞いてこいよお前。俺一日どうやったら楽しめるかなって。くだらねえ。自分で考えろよ。自分の人生なんだからさ、誰もあんたのケツ拭いてくんねえよ。いや正論も何もねえじゃん。だってその通りじゃん。俺に聞いてどうすんだよ。答えらんねえよ。おいだって責任持てねえもん、そいつの人生に。うん。どっかのエセ占い師じゃねえんだからさ。無理。ね。ツイキャスの年齢層を考えて放送した方がいいですよ。どう？そうかな。関係ないでしょ。うなちゃんマンうなちゃんマンだから。そんなこと考えていちいち放送なんかしてねえよ。めんどくせえな。うん？何を言ってんだよ。じゃあ俺も無免許運転とかしちゃえばいいの？あ、ごめん。俺の免許、ゴールド免許だったわ。ごめん、ちゃい。そういうのいいんだ。へえ。それは俺はできないね。左遷。あいつ32歳だぞ。歳なんか別にどうでもいいんじゃない。子供みたいにひねくれないでくださいよ。全然俺今ひねくれてないよ。からかって遊んでんだよ。うん、ひねくれてない。からかって遊んでるだけ。西川みんなの悪口言って自分より大手は絶対いないとか言って天狗なってませんか。いいんじゃないの。いいじゃんよ石川の隆起。トップ取ってんでしょ。でいいんじゃない。